というわけで、私は合図を考えました。そう、今日はしたいっていう合図。お兄の着信履歴すぐに渡して埋めるよ。あと文字数に足りてないし。何？何かご不満？うん、それは大丈夫。どれだけ鈍いお兄でも気づけるようなのを考えてるから。うん、そうと決まれば買い物に行かねば。おー、いい。お兄と一緒に買い物に行きたいけど、今日は先に帰ってて。お母さん家にいるから、二人揃って帰ったら不思議に思われるかもしれないしさ。細かいことは後のお楽しみってことで。とにかくそういうことだから、合図に気づいても騒いじゃダメだよ。